ロックマン、エックスパイ。あ、間違えた。何やってんねん。何やっとんねん、お前。音量下げたかったんけど。よし。はい、今日はね、ロックマン X ファイル、実況させていただいておりますシロックマンですね。よろしくお願いいたしますね。こちらね、今日はね、プレイステーションのロックマン X5 ね、続きをね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。これですね。はい、今のところ4体ね、倒した状態になってますね。次はちょっと待ってよ。ここ一回入ろうか。クレッシェントショット、トライサンダー、ウィルレーザー、ダークホールド、トライサンダー、ウィルレーザー、ダークホールド。あ、なるほど、わかった。どれだ、エスケープ。これ。次、だからスパイラルペガシオンですね、次倒しに行くのはね。あ、セーブせんでで。セレクト。そっか、スパイラルペガシオンか。結構強いんですよね、こいつね。フォーサーマーのがいいな。まあかっこいいんですけどね、このボスは。面がどうやったかな、ちょっと忘れたな、どんな面かな。あ、これね、音楽は好きですけどね。エイリア、レプリエアフォースにもウイルスの被害が。危険だし無意味だわ、早く脱出した方が。待って、センサーに反応あり、生存者がいるわ、救出して。ああ、全然覚えてないな、この面は。何者かが爆弾を仕掛けたわ。小型だけど威力は侮れないわ。爆発する前に破壊してしまって。お、仲間。これ取ったらね、1アップするんですよ。ああ。爆発するな、これ。上にも爆弾があるわ。下、上へ進んで。すごい、めっちゃ減ってるな。もっとやばい。いっぱいでした。あー、爆発した。危ね。お、なんかある。すごいやべえな。音楽は神曲やけどね。あ、回復。よかった。あ、あ、今のはダブル缶や。うわ、下にあったんか。あんな分かるわけないよな。
中ボスか。あ、中ボスじゃないな。あ、これシグマオイルですよ。マイル。ここにも爆弾があるわ。処理して。壊した。ああこれ。壁蹴りできないんやこれ。ここ。ああクソやられた。残機7機になってるな。まあ、7機あればなんとかボス倒せるかもね。そんなむずい面じゃなかったな。大して難しい面じゃなかったな。さあこいつ強いんですよね。こんな状況で君と会うことになるなんて、この空港も僕自身もこのままではウイルスに侵され、イレギュラー化するだろう。そうなったら君に全てを委ねることになる。僕がおかしくなってしまう。その前にせめて戦って僕を納得させてくれ。こいつね。おぉ、びっくりした。今日こう、耐えたりしてくるんですよ、こうやってね。おぉ。これね、弱点武器はね、すぐなくなっちゃうんでね。もう、ある程度ロックバスで叩かなきゃいけないんですよね。ああ、そう。耐えたりしてくるかな。うお、やばい。そう。耐えたりね、あれが怖いんですよね。落とされるからね。戦法としてはね、ロックマン X1 のね、ストームイグリドにちょっと似てるかもしれんな。体当たりして落とされたしてくるっていうところだよね。やばい、危ね。飛ばしてくるんですよね。自分の分身みたいなのね。うわ、これ。これが怖いんですよね。戦法があれですよね。なんかドットマン8のテングマンにもちょっと似てますね。こんな感じの戦法ですからね。おー、やばい。まっすぐ来るとは思わなかった、これ。危ね。小流点してくるんですよね。前に来やがった、また。よし、ここでこれ使おう。ダークホールドね。時間止めるんですよね。
ションレコードクリアタイム倒してあげるか23。倒したボスから DNA データをゲット。この DNA データからボスの武器をゲット。手に入れた武器は LR、R1 ボタンで装備して攻撃できる。敵には弱点武器があるはずよ。有効な武器で攻撃して、さらに倒したボスのレベルが強ければ、武器だけでなく他のものも作り出せるかもしれない。その時は何を作るかセレクトしてね。ウェポンとライフの方がいいな。ウィングスパイラル、シップゲット。パーツ艦載ウイルスバリア。またレプリフォースと戦う羽目になるとはね、ほとんどイレギュラー化してたから仕方ないと思うけど、何か役に立ちそうなものが残っていて、シャトルのパーツ何もないよりいいわね。さあ、そこも危険よ。ハンターベースに戻って、セーブする。はい、シグマウイルス、今までずっと戦ってきたあらゆるエプリロイドをイレギュラー化する最強のコンピュータウイルス。なぜだ、なぜ俺だけウイルスダメージを受けない。逆にパワーがみなぎる感覚さえ覚える。俺の体はどうなっているんだ。まさか。以上です。ゼロに関してのレポートは。ゼロは今までに何度もシグマと戦ってきた。多少のウイルスではびくともしないだろう。反応がないのならまだしも、ダメージを受けるどころかパワー出力がアップしているのです。 X とゼロの体の仕組みに関しては未だに謎の部分が多すぎます。今後何が起きるか分かりかねます。ここらで何か対策を講じた方が良いかと。この件は秘密にしておけ。考えておく。ウイルスでパワーアップするなんて危険すぎます。せめてゼロだけでも手を打たないと手遅れになりますぞ。はいよ。これで5体倒しましたね。じゃあ次はね、ウィングスパイラルやから、バンジのレックスですね。これか。これですね。いや、この面ボスがなんか強かったような印象があるな。こいつね、面ちょっと覚えてないな。どんなんかな。マグマエリア、ウイルスの影響でマグマコントローラーがクラッシュ。とても危険よ。それでも行くのなら止めないわ。ただし長居は無用よ。炎の面か。恐竜のボスなんですけどね、あれですね、属性は炎の面なんですね。おお、びっくりした。あ、くそ。あ、死んだ。あ、でもこっから始まるんやね。待って、下に壮絶なマグマが流れているわ。でもそこを通る以外奥に通じる道がないわ。マグマは定期的に噴出しているのでタイミングを測って倒るしかなさそうね。
この下よすごい高熱だわ。マグマを通り過ぎたら降りてみて。マグマが来ないうちに先に進んで早く。おお、そういうことか。うん、そこの下の岩陰、他の場所と比べて温度が低いわ。この岩陰を利用すればマグマを避けられるかもしれない。岩陰に隠れながら先に進むのよ。なるほど、こういうことか。なるほどね。あ、これ上か。おお。あ、道を開いてくれたのか。すごい炎やな。やばい、やばい、やばい。あー、くそ。ここ下降りていいやんな、だから。危ね。なるほど、この面はこれが難しいんやろうな。なるほど。危ない。どこや。だんだんこれ難易度上がってくるんやろな。やばい、敵ガイド、やばい。ここや。よし、目の前にあるドアを破壊してさらに奥の家で行けるようになるわ。よし、行けた。このエリアは一体マグマの海ね。観測用のライブアーマーならマグマに耐えられるわ。これか。まっすぐ行くか下へ行くかわからない道ね。下はマグマの中を進むことになるわ。まっすぐ行くとマグマに進むことになるけど、岩が邪魔でライドでは進めそうにないわ。自分で進むしかライドで行くしかあなた次第に。あ、なるほど、落ちるのか。これ乗ってないと死んでまうってことかな、高熱で。降りたらあかんってことやな。
どうやって行くのこれ。あ、ダッシュジャンプか。こうか。このライドアーマーでもすげえな。こんな熱に耐えられるんや。ああ、そうか。あそこで降りられんのか。このまっすぐ行ってみるか。もうなんかいるぞ、変なやつが。おお、壊すんかい、これ。やつ悪いやつやな。早打たなあかんねんな、じゃあ。壊して先に進んで。やばい。嫌なやつやな、こいつ。やばい、ああくそ。上の方が難しいのかな、これ。降りなあかんねんな、これやな、どうせな。あぶね、あぶね。あー、買い物だよ、もう。コンテニュー。下にしようか。上も難しいわ。この面結構難しいぞ。7機回ったジャンプがなくなってまうぐらいやな。この方がはるかに優しいよな、難易度的には。ただちょっとじれったいなんですよね。じれったいんですよ、これね。どうやって行くんやろ。え？なんで死んだ？なんで死んだ今。なんで死んだかわからんかった。もう今もめんどくさいからもうこのまま行こう。よし、でも無視して行こう。ヒットポイントなくなってたんかな。そんなことはないやろ。なんで死んだかわからんかった今。基本的に無敵だから無視してもええやん、これ。え？なんで死んだ？あ、わかった。この、ライドアーマーにも、ちゃんと耐久力があって、ライドアーマー壊されたら死ぬってことや。
メージ与え受けすぎてもあかんってことや、これ壊されるってことや。ちょっと待って、なんでかわからんの、これ上から行こう、今度この面めっちゃ難しいやん。コンテの2回も使うぐらいやもん、相当難しいねん。あーくそ、同じとこで死んでるな。これ倒せへんちゃうの、倒せないか、危ねえ、危ねえ、危ねえ、うわ危ねえ、中ボスか、こいつ。行ったのに、なんで今落ちたんやん、俺。この面めっちゃむずいわ、超難しい、激ムズステージやんか、俺。あーもう何してんの。まあこっから始まるからな、まだいいんやけどな。どっちがいいんかな、下を、下もう一回行こうか。どっちもな、難しいもんな。原因不明の死、なんか、ここは死ぬからね。時間が限られてるわけじゃないもんな。ダメージ受けすぎたらあかんって感じやな、ここは。いろいろ何で落ちんねん、うわ、なんで死ぬんかな、あれ分からんな、原因が。
辺でいつも死ぬんだよな、なんか知らんけどな、なんでやろ。何が当たりなくなるね。あかん。あかん。あかん。そう。あーくそ惜しいなぁ、なんやね、なんであそこ降りられへんね、どういうことやろうなぁ、わからんわ、ダメージ落としてたらあかんとか、多分それこそことやと思うねんけどなぁ、ジレったいねんな、でもこれなんか知らんけど、もっとちゃっちゃと進みたいねんけど、ここは無理だな、こっからやからね、よし、出た、ああ、そうか、これ上ボタン押せばな、こうやって乗れるんですよね、ああ、これどうすんの、多分今のはあのボスを倒した後のとこやな、こっちの方が楽な気がするなぁ、難易度的にはこっちの方が楽ですね、中央外側がなくて済むしね、いやこの面めっちゃ難しいわ、何回コンテンツ使ってるかも、降りられへんねー、わけわからん、これね、多分ね、相当このゲーム難しい方ですよ。このゲームのステージの方では。あー、くそ。さあ、ここですよ、ここ。問題は。はい、降りろ、はい、降りろ、はい、降りろって、おい、おい、なんやねん、もう。そう、降り方わからん、これ。上と B で降りにちゃうんかよ。降りの練習しようか、これ。上と B やんか。上と B やんか。ジャンプしながら上と B できるんかな、これ。あ、できるやん、ジャンプしながら上飛びって。できるやん。そういうことか。何もさっきできなかったんじゃ。
もう最後の残機やもんなこれ。ここですよ、問題は。だから、ホバリングせんでえっとね。何でぐらい止まられへんの、これ。このぐらい行かれへんってこと？これ以上行かれへんのか。こういうことか。これ、こっちに捕まるんか？あれ？違う。ああ、やっぱいいんか、こっちで。よかった。やっとボスまで行けた、お前。さあ、こいつやな。イレギュラーハンター。レプリロイドを滅ぼす者、俺を殺しに来たか。受けて立つと、もう地球は滅びる。思い切り戦おうぜ、死ぬまでな。最後の残機やからな、これ。まあ一応でも、サブタンクはありますからね。これやね。サブタンクを使えばなんとかなるかな。あ、やばい、やばい、やばい。ダメージ受けるとき満点ですね。やばい。結構強いんでしょうね、こいつね。やばい。やばい。サブタンク使おうか。最後の残機やからね。うわ。あと一発。あと一発。はい、終わった。倒したボスから DNA データゲット。これもいいや。これもいい。これもいい。グランドファイヤー、断地炎ゲット。ウイルスの被害が少なくて助かったわね。武器もいろいろ見つかったし、特にブースターロケットはきっと後で役に立つわ。この被害が小さいこととウイルスには関係が。でも調べている時間はないみたいね。マグマに飲み込まれる前に脱出して。
はい、これでね、あと2体ですね、ボスはね。はい、残りね。はい、じゃあこれでね、一旦終わらせていただきたいと思います。続きはね、次回ということにさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。